プラン プランですか。ハワイは行ったことがあるんですよ、実際に。でもその時はまだ19、20とかだったんですね。なんで、お酒が飲めなくてですね、ハワイで。アメリカなので21歳からなんですよ。で、私22歳になりまして、なのでお酒をちょっといっぱい飲みたいって思ってるんですけど、私お酒大好きなので、ちょっとハワイのなんかおしゃれなとこでお酒飲んで、で普段観光とかがあんまり好きじゃないんですね、私。なのでハワイ行ったらもうビーチでずっと寝てるみたいなのが私の中でも一番最高なプランですそう、ハワイじゃなくていいじゃんって話なんですけどね。はい。